ホームラン打ったんでね、うん、やっぱりエースと4番だよ野球は野球って不思議だなと思うけど、ノーアウト1、3塁で1点も入らんで、ツーアウトが7点入るこれが野球だ3位に滑り込んだっていうのは世間でプレーオフ進出を決めた、早くそうなりたいね。マー君がもう一人おったらな、ダビングすればいいんですよ。ダビング、あなたの可能性、インテル入ってる。インテルコア2リオプロセッサー搭載、 FMV で地デジダビング。ピッチャー交代、マー君に変えて。マー君、気持ち気持ち、これ良くないですか。いいね、よし、ダビングか。富士通、救世主が出てくれると助かるよね、チームとしてもね。まあ、いいのある3連戦でした。何せよ。広いんだよ。広いんだよ。どうぞ聞いて。こっちの、こっちの面白いじゃん。今日ヒーロー誰よ。何締め切り間に合いますか。間に合わないね。じゃあ失礼します。島が打ったんでびっくりしたな。びっくりしたよ本当に。もうまあベンチでまず打たないと思って、他ちょっと次のこと考えてさ、橋上と喋ってたらコーンなんて打つから、まあ、びっくりしちゃってさ、次何か言ったら退場にしますって言ったから、いいよって。そんなひどいこと言ってるかって、若い君が上手くなるアドバイスをしてんじゃないかって。いやまあちょっと語尾がきついから、そんなひどいこと言ってないの。歯向いて勉強してこいって最後ね。考えてんだいろいろね、皆さんに受ける言葉を今。これあんまり受けないなって全然書かないじゃんお前。なんか運持ってんのかね、やつには神さんがついとる。白星、それこそ早く白星をなつけてやりたいんだけど、なんか強い星に生まれてるのような感じがするな。まあ、今日は、まあ、ケチのつけるところないでしょ。高校ボスコの誕生、マー君今日は一番良かったんちゃう今まで。マー君神の子、不思議な子。今日は悪魔の子かと思ったけどな。今日は悪魔の子で監督談話を考えてたんだけど、3回ぐらいから貪欲にもっともっと勝ち星を増やしてもらわないと。神様だから神の子だよ。ピッチャー死に生まれてきたんだ。このまま行けば間違いなく来年のエースでしょ。雪が降る。球場の名前を変えます。腐敗スタジアムといたします。全然ウケないな。少し乗ってくれよ。そこのみちみち考えてきたな。まあお客さんがいい雰囲気を作ってくれるよね、それは一つあると思う。お客さんの後押しっていうのはまあ、こう見ててあるね。ノーヒットノーランやるんじゃないかと思ってたんで、そういう楽しみで見てたけど。今日は俺には何も聞くことないでしょう。マー君呼びますか。野村君に代わってマー君。失礼しました。マー君いないか。そして迎えた最終回、ツーアウトながら巨人は今日一軍登録された矢野がフォアボールで出塁。しかし
2点を追いかける場面、2アウトから一か八かの盗塁は失敗。巨人ちぐはぐな攻撃で連勝はならず、再び借金生活に逆戻りです。バッカじゃなかろかるんば巨人面白い野球するね、野球は意外性のスポーツ。何でしょう、交流戦3試合目5試合目ついにボケが来たな本気モードに突入。圧巻は7回、スライダーに速いカーブ、遅いカーブと決め球を全て変えての3者連続三振、10奪三振無四球の完投で11勝目を飾りました。そのダルビッシュには野村監督も、でも足も出ませんそして6回には守備の乱れからついに7対8と勝ち越され、楽天4連敗です。この悪夢の大逆転負けに野村監督は、あいつの心臓はこれかこういう試合を落とすところはもう連敗街道の前兆ですよ。一方の大逆転勝ちの日本ハムはお立ち台にヒットを打った9人が登場しました。札幌のファンは大いに喜ばせました。この山下の活躍でした。いや俺トイレ行ってた年寄りはね、金に落ちるこの瞬間にトイレに行ってまさか打つと思わねえピンチッターだけつけてトイレ行ってでわーいとか、おいびっくりした長いトンネルを抜けて仙台に着いたってただ連敗を止めたっていう価値だけのもんで、 この価値が明日に続くかどうかはちょっとなかなか予測できない、予測が難しい。まあ、今日はローテーションの谷間で勝てたっていうのが一番意味があるんじゃないの。突然の優待発表から勝利のないソフトバンク王監督、球場入りして真っ先に盟友の楽天野村監督のもとを訪れました。悪いんじゃないって、まあまあ、悪くっていうよりも全体的にもうね、体力が本来のところとは違いますから。我々世代はあんまりドラマで言うには終わりが来るんだけど、いやいや、体力さえあれね、僕らでも元気なら本当にやりたかったんですけどね、ぐらいまた後で、はい、どうもどうもどうも、そうだから、こっちから行かないな、いやいやいや、どうも大きい大きい、これが、おお、そして初完封、初勝利、一句献上いたします。ほうほう、何何、初春や、ほう、初物尽くしの初勝利、うまい、あらあらあら、アインシュタイン、何絶好調、あ絶好調、こっちやりたかったんだな、監督な、絶好調。なんちゅう趣味だおい、ったくしっかりしてくれよお前、さあ何でもない当たりだ、何あら何こけてるのね、そこでこれバッとできねえのか、ああああ後ろにそらして、どうしたの監督、え、がいない試合して申し訳ない、うん監督大丈夫ですか、新プレーです、使われそう、使わせていただきました、おまけ、ジャストミートされたね、こういう時もあるよね、うん、何監督、一言、マー君も
あれだな、うん、月が最近全然ないな。マー君親の子普通の子になっちゃったな。うまい。神さんどっか行っちゃったよ。まだまだ。チャンス。あら。どうだ。ああ。うまくいかないね、監督。CM だと。太郎見飽きたろ。タイムリー欠乏症はもう永遠に続いてんだよ。誰かぼやきを止めてくれ。もう死ぬまでぼやいてみよう。どう？一言、監督。さよなら。監督。監督。監督。一言監督。こういう時もあったんだよな。うん、しかし1回の3失点が日本ハムに最後まで重くのしかかります。7回以降は楽天リリーフ陣の前にわずか1安打と抑え込まれ、本拠地で痛い黒星スタート。日本で最も注目を集めたエース対決は岩隈に軍配が上がりました。勝利インタビューなのせっかくだ。ああよかったよかった。すんなり行くとは思わなかったよな。連敗止まっちゃったのか。不滅の記録を残してさよならしたかったな。大事に握られてるボールは、いや誰かくれたの。誰か。これ何の記念や。連敗ストップか。そういうことじゃないですか。そういう意味か。嫌味だな。また変わった。春のチェンジか。ちゃうな、実力やろ。マー君のピッチングに酔ってました。酔っ払ったかな。田中は7回にホームランで1点を失うものの、終始安定感のあるピッチングを展開。ランナーを背負う場面でも落ち着いたピッチングで反撃の糸口を与えない。終わってみれば被安打はわずかに4本、11奪三振の力投でプロ野球16年ぶりとなる開幕から4連続完投勝利を達成。野村監督の通算1500勝に花を添えた。もらったよ。ちょっと汚れてんな。ね、汚れてる方がいいか。もう何真っ白や。1500勝。もらったよ。ちょっと汚れてんな。ね、汚れてる方がいいか。もう何真っ白や。やっぱ何か縁があるんだよな。ドラフトで当たった時にね、こうあのカードにスカウトが挨拶行くとこにこう縁と書いて渡したんだけど、まあそういうこともあったかどうかは別にして、本当に彼とは本当に縁が深い、そんなものを感じますよ。まあまして今日満員の中でね、こういう偶然とはいえマーク切りの記録と遭遇したっていうのは、俺も最近こう晩年になって運が向いてきたのかなっていう。今まで優勝の瞬間とかそういう時のウィニングボールももらったことあるけど、それとはまた
味が違うわね、うん、塩味と生姜醤油味ぐらい違うんじゃないか俺醤油味の方が好きだから、ね、4回の2点が大きかったね。安月給トリオでさ2点取ったんだよな。あの2点は鮮やかな2点だったでしょ、ね、足を使って。ああいうの点の取り方大好きマー君と吉典の投げ合いでみんなこんだけお客さん来てくれたんですよ。両投手の投げ合いで投手戦で、まあ、見応えとしてはあったんじゃないの。理想的なゲームやな。エースが抑えて4番が打つ、これ以上の勝ち方はないじゃろ。まだ A クラスへの望みが立たれたわけじゃないんでね、なんとか A クラスに残りたいんだけど。まあそれにしてもうちは脚本家が多いよ。どうしてこう面白くするんだよなチーム力から言ってね、勝つこと自体が不思議なんだから。まあ少しずつではあるけど野球ができるようになってきてるんだよ。2位に入れば仙台でやれるっていうね、まあそれだけでなんとか仙台でできるように、まあ仙台のファンにお世話になった声援をいただいた恩返しもしたいし。ナイスゲームまさに不思議な勝ちだよハハ負けゲームだもんな。よかったよかったそして9回、ついにその時が来た。マウンドにはこの日先発の青山。アウトカウントはあと一つ。野村イーグルス4年間の集大成。この瞬間、イーグルスのクライマックスシリーズ進出が決定。球団創設5年、苦しんだ末に掴んだ晴れ舞台。支え続けてくれた地元仙台のファンの目の前で決めた。歓喜に沸くスタジアム。イーグルスは新たな歴史の1ページを開いた。皆さん万歳。全然担当記者はダメだね。楽天への愛情なしだ。まあやれやれ、第一関門突破、あと関門トンネル2つあるの。お客さんがすごい喜んで、終わった瞬間の歓声、今日は一段とすごかったよ。一試合でも多く仙台で野球できるように、まあそれは唯一の恩返しですから。試合は1点差のまま9回へ。スタンドからの大きな歓声の中、マウンドは福森。最後の打者をセカンドゴロに打ち取りゲームセット。これでイーグルスはレギュラーシーズンの2位が確定。クライマックスシリーズ第1ステージは地元仙台での開催が決まり、スタンドのファンとともに喜びを分かち合った。暑いぞなあ。チームの力としての評価は非常に難しいけれども、まあ、結果としていい方向、いい形で出てるんで、まあ、選手がそれに気持ちの上で乗ってね、育っていってくれれば
力をつけていってくれれば言うことないんだけど、まあこれから大事なゲームをどんどんクライマックスからそれをいけば、まあ第2ステージと進めばね、どん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 こういい経験を積んでいくんで、そういう経験がまあ選手を大きく育てていくんでね、まあそういう意味でも本当に第一ステージ進めたっていうことは大きな意義があると思います。まず一勝、何の反応ないな。あと一つが大変だな、これすんなりと言ってくれりゃいいけど、まあ全てはマー君に託してやってくれるでしょう。そのプライドに火がつく。完璧に捉えた打球は左中間スタンドへ一直線。これぞ4番の仕事。戦い続ける40歳の大きな一発が第2ステージ進出をぐっと手繰り寄せる。大歓声の中ベンチで迎える指揮官と思わず抱擁。イーグルスがリードを4点に広げ、スタンドの興奮も最高潮となった。まあ山崎が最後ねこう決めてくれたら、あれは本当にジンときた、感動した。マジック8ちょっと多いな。まだまだ一歩ずつ進んでいくしかないんで。しかしその裏、またしてもランナー2人を背負うピンチ。この場面で指揮官がマウンドに送り込んだのは、ピッチャー川岸に代わりまして岩隈。2日前に完投しながら敗戦投手となった岩隈、この崖っぷちの場面で真のエースが勝利への執念を見せられるのか。しかし無情にもスレッジの当たりは打った瞬間それと分かる特大のスリーラン。監督の有終の美を飾るために戦い続けた右腕も王者の勢いを止めることはできなかった。そして9回、マウンドにはファイターズ守護神武田久志。イーグルスの攻撃も2アウト。最後のバッター渡辺直人がショートゴロに倒れゲームセット。この瞬間ファイターズの日本シリーズ進出が決定した。衝撃的な展開で幕を開けた第2ステージ、最後の最後まで諦めることなく王者を苦しめたイーグルスはついに力尽きた。激闘のシーズンの終わり、それは4年間共に戦い続けた指揮官との別れを意味する瞬間でもあった。かなり話題をさらいました。やっぱり、ね、これだけつなぐっていうものはね、その各選手意識がしっかりしてますよね。本当に相手の投手が嫌がるそういう風な打席一人一人、そういうね、まあ、今日であってもファールで粘るだとかね、そういうものが徹底されてますよね。まあ、その中でどん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 その相手投手にプレッシャーをかけていく、そういうものがよくこの年のゲームは特に感じましたね。そしてライトの楽天ファンの前に楽天の選手野村監督をはじめ選手が整列して挨拶です。背番号19番野村監督、そして日本ハムの選手も拍手で称えています。吉井コーチですけどもね、増田監督です。野村監督の胴上げ始まるんじゃないですかね。始まるかもしれませんね、はい。まあ、みんなスポーツマンですからね。
4万を超える大歓声。稲葉選手が中心になって胴上げです。野村監督の胴上げ、最後の最後まで死闘を繰り広げてくれました。野村監督率いるゴールデンイーグルスナインもどうぞ大きな拍手を受けてください。いい光景ですよね、はい、今年もビッグが始まるね。そういえばビッグも最高6億円くじ当たりませんよ。そんなのぼやいてばっかりマン、夢も希望もないでしょ。そうかな、6億円ビッグマン来たよ。出たなビッグマン。生きてたのね。息はしてます。そんな茶番だな。そんなあなたに6億ビール。なんか当たる気がしてきた。おっ、買っちゃった。うん、あ、打ったホームラン。てなわけで今年も販売開始。